一番搾りの CM ですから、これは楽しみにしてました。大好きな歴史あるビールですし、この世界に自分が入れるというのは本当に楽しみにしてたことなので、今日一日とっても楽しかったです。まさかあの一番搾りさんの CM に出させてもらえるとは、ただただ嬉しいし、もうとにかく早く完成品を見たいなっていうのはものすごくありますし、なんか外で岸谷さんと二人でビールを飲みながらなんかこう撮影ができてるって客観的に見て、あ、すごく幸せな時間だったなと思いました。もっと深く芝居を一緒にしたいなって、一番絞り物語やりたいね2時間の2時間のこの親子は仲いいんだろうなというものを気づけるだろうな、志尊君とはっていうものをこうすごくいっぱい感じました。わずか何回かしか目は合わないんだよね。そうですね、うん、チラッと。でもその目のあの奥にとっても愛情があって、一番搾り物語2時間ドラマできる気がしました。この CM の中でとてもチャーミングなんですよ。なんかそんな岸谷さんとご一緒できて本当に良かったですし、本当に岸谷さんが父親役をやっていただけるなんて嬉しいなっていう、うん、そういう気持ちですありがとうございます。和やかな CM が撮れて良かったなと思いました腹立つぐらいモテる息子なんだろうから、ちょっとこうね、チキショーと思うでしょうねたくさん僕大好きな行きつけのバーがあるんで、そこへ連れてって息子自慢したいですね。いやもう僕は逆に岸谷さんがこうどのような私生活を送られてるかっていうのが全く想像がつかないので、じゃあ例えば岸谷さんがお父さんだった場合、まあ、そのお父さんの日々のこう趣味だったりとかなんかルーティーンとかについていって近くで見ながら一緒に遊んだりしたいなってすごく思いました。走ったりする？普段しないです。全くされますか？俺はね、毎日走ってる。そうなんですね、うん、じゃあまず毎日走ろう。趣味は全然ないんだけど、はい、一つだけ趣味があるとしたらサーフィン。やってみようと思ったらこれがハマりまして、はい、役者としてちょっと苦しんだ時とか煮詰まった時に、はいはい、海に浮かんでることが俺にとってすごい解放されることなんだ。何にも考えないのよサーフィンって。でも僕もサーフィン 何回かやったことある、あるんですけど。あ、一瞬できるじゃない親子。いやでも僕はもうそんな何にも考えないとかいうレベルじゃなくて、うわってやられてるの。もうやられるし来た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 行け行けみたいな。わかるわかる、もうまだそんなレベルなんで。いやわかるわかる。で帰ってお風呂入って着替えて一番搾り最高です、はい、それは最高です。はいはい。なんであるんだろうとは思ったんですけど、僕、まあ、七五三、五歳の時のやつです。やばいねそれ。堂々としてるね。堂々としてますから、めちゃくちゃやんちゃ坊主だったんです。あー、本当。保育園だったんですけど、母親が迎えに来ると、今日僕がしでかした悪いことを全部母親に言われ、母親がすいませんと謝ったりとか、保育園をお昼寝の時間で抜け出して、おー脱走したりとか。すごい脱走癖があったんだもん。そういうことばっかしてました。いやそうなん、ちょっと 見してよこれいいな。ちょっともう大関みたいな感じだもんね風格がもうなんか自信に満ち溢れてる感じですよ ね。いやでもこれが今日いきなり会って2人で親子のいい関係を作る、はい、まあ芝居をする上でさ、はい、美術さんとか置いてあるものとかちょっと俺ずっと見てて、はい、これが飛び込んできたんだ、はい、この写真2枚が、はい、これが本物だって聞いた時にものすごく近づけた。あ、本当ですか、うん、自分の背景にただいまって言った背景にこう大関がいたから、はい、すごくね、あの俺としてはすごいこの写真はなんか助かった。まあもともとビールの大ファンなので、だからもうビールを飲むタイミングって俺の
一日の中でものすごい大事なタイミングで実は、はいはい、区切りできちんと飲むのね。ああそうなんですね、うん、なんか普通に帰ってきてわーって冷蔵庫開けてプシュってやり方は俺はしない派で、はい、きちんと全部揃えてセッティングしておつまみも、はい、ちゃんと6品ぐらい並んで最後に主役の一番搾りを出してくる。このビールがうまければ今日一日きちんと生きた、全然違うのよ味が。その疲れてる時と、うん、きちんと仕事をできた時と、はい、ただオフでダラダラしたいと、はいはい、もうビールの味が全然違っていて、うん、このビールのうまさがもう一つのバロメーターで、でそこできちんと飲むっていう。すごい、いろんなコンディションによって、うん、逆に僕はもう今日頑張った、もう最高に頑張った、よっしゃ飲むぞ、うまーっていう。あ、もううまそう。そのそれは美味しいよね。人の瞬間の時に飲むって決めていますね、うん、ちゃんともう最高に美味しいって思える瞬間を作って飲もうって決めてるんで、飲まない時は時間が空くし。いいな、とってもいいね。じゃあ今日一日お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。乾杯。乾杯。いただきます。はぁ、味か、うまい。はぁ、冷え方もね最高ですね。最高ですね。もうこの一番搾りがやっぱ真ん中にいて、いろんなビールがある、うん、例えばそこから辛さがあるとか、はい、ちょっとなんだろう、渋みがあるとか、はい、もう本当真ん中にいてくれると俺はいつも思ってて、この喉越しもうまさももちろん含めて、ね、もう素晴らしいですね。安定感とブランド力といいますか、絶大なる信用を得ている一番搾りですね。これを飲めば間違いなく幸せな時間が訪れるという。今岸谷さんおっしゃってましたけれども、なんかやっぱり一番は味わいなのかなってすごく思って、まあ、CM でも味で選んでるってなってましたけど、まさにその通りだなっていうのはやってて思いましたね。我が家はもう家族全員お酒好きなんですよ。うちは母も一緒にうちの、はい、住んでんだけど、はい、母も強くてビール大好きで、子供たちが大きくなって飲めるようになって、はい、お正月にね全員で飲めたの、年が二十歳を超えて、はい、そこはちょっとなんか感慨深いものがあって、その家族を幸せにしてくれてるのもやっぱりビールでした。忙しいとなかなか集まれなかったりして、 そのなんか家族の会話が始まるきっかけをくれるのもやっぱりビールの力かなと。もう二十歳になった時に家族みんなで飲んだ時とかは、もうお母さんとかおじいちゃんはすっごい嬉しそうに、なんか昔話とかなんかずっと話してました。だから今はなんかいつ飲むかとかっていうのはなく、普通にうちに来た時とかに、あ、ビールあるじゃん、もらうねみたいな感じでパシャッと開けてみんなで乾杯して飲んだりとか、日常に溶け込んでる感じではあります。僕は家族に結構何でも話せるんですよ。なんか母親がやっぱ親友みたいな感じなんで、母親に隠し事ないぐらい喋れるタイプではあって、だから何でも話します。仕事の話もしますし、なんか最近こういうことがあったんだよねとか、なんかそういう話もします。最近ワンちゃん飼いたいなみたいな感じで、まあ別にそのガチではなくて、なんか、あ、ワンちゃん可愛いよな、ワンちゃん飼いたいなって言ったら、私は絶対に面倒見ませんって言われました。自分で面倒見るならいいんじゃない、責任取って飼うならみたいなことを言われたくらいですか、ね、もう面倒見ないこと分かってんだね。はい、お母さんさすがに。そうなんですよ。今ちょうどやってる作品でバンドものをやってて、あのピアノとベースをやり始めて、もう最近はもう仕事ない時もずっと家でピアノ弾いてるかベース弾いてるか。それやったことなくて
ゼロからやってんの？ゼロからやってます。うわそれきついわ。そうなんです。しかももうめちゃくちゃプロなんで、プロの役なので。うわ大変だ、ね、もう最初はもう終わったみたいな感じでしたけど、でももうなんかやっていくごとにだんだん慣れてきて、もっともっとやらなきゃなとは思ってますけど、なんか最近は楽しいと思えるぐらいまでは来ました、ね、すごい。ニューヨークとかバンって行っちゃうタイプで、それは初めその20代の頃からやっぱり俳優の勉強しに行く、レッスン受けに、バレエとかタップダンスとか受けに行くためにまず初め行った時に、うん、それも一番絞りとの俺すごい思い出なんだけど、ラウンジで必ずビールを飲むっていうのも決まりなのね、はい、その一番絞りを見ると一番思い出すのはエアポートなんだよね。だからまあゴールデンウィークは5日とか6日しかないけど、もうちょっと長かったら多分すぐ俺はどっかなんか勉強できるポイントの場所に行くんですよね。今岸谷さんのお話聞いてて思い出したのが、僕も結構海外行こうってなったらすぐもうチケット取って、もう今日出発とかでも全然行っちゃうタイプではあって、ちょうど先週韓国に行ってて、で朝からゴルフやって。ゴルフやんの？ゴルフやります。そう、下手くそですけどゴルフすごい好きで。あ、じゃあ趣味の一個。趣味の一個ですね。コース回って帰ってきて、韓国のホテルですよ。あ、ちょっとビール飲みたいなと思って冷蔵庫開けたら一番搾りが置いてあったんですよ。置いてあるよね、はい、韓国は日本のビール人気ある。え、知ってんのみたいな勝手にあ、そういうこと。はい、いや CM やるんでしょって入れといてくれたと思ったのって思ったんですよ一瞬でもいやいや、そんな情報どこからも出てないしなと思って。でもなんかそれってなんか運命的というか、だって、まあ、一番搾りだ、まあ、いろんなビールがある中で僕のその部屋、そのホテル選んだホテルは一番搾りが置いてあって、うわっと思って、そこでカシャンっつって開けて飲んだっていうのがあって。だからまあゴールデンウィークとちょっと離れちゃいましたけど、僕は結構海外旅行行くの好きです。ちょっと今日話してたらちょっとしとむくんと共通点がちょっとあったね。確かに違うのは朝早く起きてバンって飛び出すのがゴルフかサーフィンかの違いだね。確かにそうですね。岸谷五郎です。志尊淳です。今回一番搾りの新 CM に親子役で出演しています。一番搾りは味で選ばれ続けるビールと紹介がありましたが、本当にそう思いますね志尊くん。いや本当そうですね。せっかく飲むならですね、美味しいものを飲みたいですし、今回本当に改めて一番搾りの美味しさを実感させていただきました。これまで選んでなかった人にもおすすめです。帰ってたのか。よし、買ってきてくれたのか。それ俺の。飲むんだ一番搾り。ダメ、意外と普通だなと思って。味で選んでんの、ビールだもん。味、逆にビールに味以外何があるのよ。なんだろうな、味にこだわり続けるビールです。うーん、あー味か。キリン一番搾り。